ちは、ジャズ喫茶バリエラの堀ちゃんです。今日はですね、ピアノトリオをお届けします。今日お届けするレコードはこちらになります。あまり馴染みがないのかもしれませんけれども、実力者です。ヒューローソンという人ですね。ヒューローソンというピアニストです。それでアルバムタイトルはですね、プライムタイムというアルバムタイトルですね。それで、このヒューローソンという人はですね、1935年生まれなんですね。アメリカ人です。それでこのレコード、彼のですね、初めてのリードアルバムなんですね。ですけども、これ後ろに書いてありますけども、1977年10月20日つまり35年生まれの77年ということですね。42歳にして初めてリードアルバムを作ったっていうことなんですね。それも、このジャズクラフト、これいいレーベルなんですけども、デンマークのレコードレーベルなんですね。はい。それで先ほども言いましたように、42歳にして初めてのリーダーアルバムなんですけども、彼はですね、ユセフ・ラティーフっていうマルチ管楽器奏者いますよね。まあ、サックス、フルートも、フルートがまたいい味なんですけども、ユセフ・ラティーフ、彼のところでピアノを弾いてたのが長いんですね。ユセフ・ラティーフのレコードを見れば大体彼がピアノを弾いている、そういう人なんです。もう実力者です。それで、あとのベース、ドラムはですね、ですね、ベースがボブ・クランショーですね。ボブ・クランショーといえばソニー・ロリンズの、復活して RCA からブリッジとかアワーマインジャズとか出すんですけども、そのロリンズのその時代に、僕もクランショーベーシストとして入ったりしてますね。実力者ですね。それから、ベン・ライリードラムス、この人ですけども、ベン・ライリーはセロニアス・モンク、セロニアス・モンクのと一緒に一時モンクのグループにいましたといった、もう実力派3人なんです。それで、まあ、アルバムの中身のことを言いますと、もう A 面4曲、B 面4曲なんですけども、まあ、今からお聴きいただくんですけども、もう実力のことが分かるという、本当に素晴らしい、バラードもやってますけども、例えば I Fall in Love Too Easily とかやってるんですけども、今日お届けするのはですね、 A 面1曲目 The Highest Mountain という The Highest Mountain という曲なんですけども、クリフ・ジョーダン、サックス奏者のクリフ・ジョーダンが作った曲なんですけども、彼はいい曲を書きますね。フレームもいいですけども、クリフ・ジョーダンが作った The Highest Mountain というのをお聞かせします。はい、ジャズはいいよ。